アダム・ヨフンソンは、スウェーデンの元サッカー選手。元スウェーデン代表。ポジションは DF。2005年に、ベストラ・フルルンダ・イフからイフック・ヨーテ・ボリに移籍。当初は、レギュラーとしては考えられていなかったが、2007年には、レギュラーとして、アルスベンスカ26試合中24試合に、スターティングメンバーとして出場するようになり、この年に、リーグ制覇を成し遂げた。2009年には、 音色のミニサイドバックではなく、左サイドバックとして起用されることも多かった。2010年12月には、サンダーランド AFC、アクフ・フィオレンティーナが獲得に動いたが、両手彫りに残留した。2011年12月29日に、メジャーリーグサッカーのシアトルサウンダーズ FC に加入、ジェームズ・リリーの代わりとしての獲得であった。契約前には当時ニューヨーク・レッドブルズで監督を、 勤めていたハンス・バッケやシアトル・サウンダーズにすでに在籍していたフリベリにリーグのことを聞いており2012年1月にアリゾナ州で行われるキャンプでチームに合流した3月8日のコンカカーフチャンピオンズリーグ2011から12準々決勝で移籍後初出場メジャーリーグサッカーでは同月17日に初出場した ハムストリングスの怪我もあって、夏まではレギュラーをつかみ取ることができなかったため、ニューヨークレッドブルズ戦でにアシストを記録し2から2の引き分けに試合をした。他方、US オープンカップには全く出場できず、8月に行われた、コンカカーフチャンピオンズリーグ2012から13の試合もわずかに1分の出場に止まった。2013年3月19日にシアトルサウンダーズを退団。 その後は再び衣服用手彫りに加入し、2016年まで在籍した。同年に選手を引退した。U-21 代表として2002年から2005年にかけての3年間出場していた。2009年1月24日に行われたアメリカ合衆国代表戦で A 代表初出場となったが、マーベルウィーンを引っ掛けてペナルティキックを健常。この一点が、 あだとなり3から2で敗北した。2010FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選には3月28日のポルトガル代表戦で初出場、0から0のドローで試合は終わった。同予選には他2試合に出場したが、スウェーデンは本戦進出とならなかった。2010年内は UEFA ユーロ2012予選、グループ E にも親善試合にも招集されなかったが、 2011年1月19日に行われたボツワナ代表戦で1年半ぶりに代表復帰。2月の代表戦でもキプロス代表戦には出場した。同年も親善試合のみの出場で UEFA ユーロ2012予選には招集されなかった。2012年になってもバーレーン代表、カタール U-23 代表戦の親善試合で出場したのみであった。 UEFA ユーロ2012には招集されず、その後も中国代表との親善試合で20分に、負傷交代したミカエル・ルスティグに代わって、投入されたのみであった。同年内に行われた 2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ C にも招集はされど出場は、できず自前であった。2013年は、キングスカップ2013の準決勝で出場すると、 PK 戦の末に勝利して進んだ決勝でも出場した。同年 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選2試合に出場したのが代表としての最終試合であった。プロサッカー選手になる以前にヨーテボリ大学で政治、経済、歴史、国際関係学を学んだ。好きな歌手としてヨアキム・トストルムを挙げており、ゲーム番組のポスポレットのファンである。 ありがとうございます。